香港民国派団体は香港の政治的連合体である。一般的には20世紀後半から中国国民党が統治していた台湾の中華民国に忠誠を誓っている。香港民国派団体はウー派と呼ばれイギリス領香港の戦後最初の数十年の間香港の二大政治勢力の一つであった。左派と呼ばれる香港の建政派と競合していた香港。 民国派団体は1971年の中華民国の国連離脱、香港の主権を中華人民共和国に譲ることを決めた1984年の英中共同声明の調印を境に徐々に数を減らしていった。現在は香港では民主派、台湾では中国国民党を中心とした広志覧連盟と概ね一致している。香港民国派団体は 孫文の三民主義や中台関係の九十二教式など中国国民党の協議を忠実に踏襲している。台湾の独立に反対し香港での普通選挙を支持している。香港民国派団体の唯一の代表は民主人選であり、無義な主席と石影隅が元明楽議会で議席を占めている。中国国民党の支持基盤は 中華民国の建国以前から存在しており、その創始者である孫文は19世紀後半にイギリス領香港で医学生として活躍し、香港で阪神革命組織を立ち上げていた。中華民国の建国後も、香港の民国派は、関東の民国派革命政府と緊密な連絡を取り合っていた。関東の支援を受けて、民国派と建政派は、1922年の 香港会員大飛行と1925年の商工大飛行を開始した。1927年、民国派は地位を獲得し、中国国民党は1949年まで中国大陸の公式政府となった。1956年の総重暴動は民国派の参合会によって始まった。中華民国の国旗を掲げた1995年当時の 香港町敬礼中学。第二次国境内戦では中国共産党によって故郷を追われた中国国民党派の難民や元兵士が香港に流入し最初に鶏かご湾の難民センターに定住した。長年の亡命と貧困の後彼らの多くは中国共産党派への復讐心と恨みを抱いていた。1956年に 民国派と憲政派の挑発からエスカレートした総重、暴動では中国国民党派の参号会が重要な役割を果たした。民国派と憲政派の間で挑発が激化し、政府高官が李帝イ村の敷地内から中華民国の国旗を撤去するように命じたため暴動が発生した。暴動が収まった後、香港政庁は民国派をより離れた場所に移動させることを決定した。 これが最も象徴的な民国派の居住区である月敬礼となり、香港における民国派の飛び地となったが、1990年代の香港返還の前夜に進む軍を寄進支柱に再開発された。また、中国国民党は今日務委員会を通じて、香港の利益学院や司会学院といった香港の教育機関にも補助金を出していた。 香港の香港政長は、主会学院を認定しなかったため、代わりに、中華民国教育部に登録され、台湾の教育機関として扱われた。一部の香港市は、中華民国国軍への入隊を宣伝し、1958年には、多くの香港人が入隊して金門島を防衛した。そのうちの一部は、香港に戻り、中華民国大陸軍人協会に加入し、 毎年の中華民国国警備には青山功労に集まった。香港の政治シーンは戦後の香港の最初の数十年間で民国派と県政派に分かれ、両陣営は労働組合、学校、メディア、映画会社など様々な分野を支配していた。最大の民国派労働組合は1948年に設立された港急行団連合総会であり、 建政派の香港公開連合会とは対立関係にあった。民国派勢力は1949年に反共主義的な立場で設立され、中国国民党の機関紙とみなされていた香港タイムスも所有していた。当時の多くの主要新聞もまた、コングシャングデイリーニュースはキやヤットパを 1980から90年代まで民国起源を使用していた新尾日報などのように一般的に民国派であった。2005年12月香港民主化抗議デモの際に中華民国の国旗を手にした親子派の支持者たち。香港の田室門にある中山公園のオベリスク、中華民国の国際連合を離脱後、中華民国政府は佳境社会での大きな威信を失った。 民国派勢力も衰退した。1984年に香港の主権を中華人民共和国に移行することを決めた英中共同声明が調印されたことも民国派の数を減少させる結果となった。1990年代には香港タイムズと香港ユナイテッドデイリーの二つの民国派新聞が廃刊した。右寄りの新潟日報も政治的な変容を経て、 右派市として分類されなくなった。1980年代に香港政庁が間接民主主義を導入したため、民国派も選挙に参加しようとしたが、効果的な選挙運動はほとんどできなかった。1985年には、港急行団連合総会代表の方針会が、香港公会連合会代表のタン・アカルシュ衆と共に、老公会効能会別で議席を獲得し、 香港で初めて選出された香港特別行政区立法会の議席を獲得した。法審会は立法院の民主派として1995年に辞任するまで3期務めた。1994年民国派は政党として123民主連盟を設立し、1995年の第1回立法局総選挙に出馬した。 123民主連盟の代表である任意をしやす氏は、香港返還前の前日に行われた最後の植民地時代の立法局での区議会を構成する選挙委員会功能会別で議席を獲得した。1997年以降、民国派は民主派の小派閥となっている。無になり主義率いる。 民主人選は2003年に設立され、2003年香港区議会選挙で民主派の賃議業と協力している。2011年から2012年にかけては、急進的な民主主義政党である人民力量と一時的に連携していた。その他、現在活発に活動している民国派の政治団体には、新州青年副務者がある。ありがとうございます。